ここに、そう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 、ひねりながら入れてください。はい。はい、どうもどうも、ケン・コウコツです。今回はですね、寒いとスープレシピですね。カルビスープって皆さん食べますか？焼肉屋さん行くとコムタンスープも好きなんですけども、カルビスープ結構好きなんですね。焼肉屋さんで出てくるよね、最高にうま辛いスープ、これがですね、この時期にめちゃくちゃ温まるんですよ。寒い時にスープって食べたいじゃないですか。今回はですね、最高に美味しいカルビスープ、これを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、いきます。牛肉、カルビってどこの部位かっていうと、脂身の多いバラの部分を、まあ、カルビって呼ぶことが多いんですけども、今回は普通に切り落としです。はい、脂が多いところの方が美味しいと思います。お野菜なんですけども、もやしが 200g、 これもっと本格的にやるんだったら豆もやしがいい。今回はもやしも十分美味しくできるようにもやしを使ってます。その方が安いから。いや、ね、50g、 2分の1袋ですね。人参、彩りに人参あった方がいいです。3分の1で 60g ぐらい、もしくはちっちゃい人参だったら2分の1ですね。卵が1個、牛脂に生姜とニンニク、これが材料ですね。これでかなり本格的なカルビスープができます。今回はこちらの材料でやっていきたいと思います。至高のカルビスープ作っていく。何が重要かと、至高の意味って皆さん分かりますか？僕がどこのお店よりも美味しいものができた時に至高って名乗ってるんですね。僕から見た世界一ってことですね。ということで、僕から見た世界一のお酒を飲んでいきたいと思います。ということで、至高のハイボールいただきます。ということで、至高のカルビスープ作っていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずですね、野菜を切っていきます。今切り方なんですが、こういう3分の1の人参を切るときっていうのは、あ、僕皮むかないんでね、人参で出荷時に皮むいてる、むけてるんで、はい、でこれ一回ここ切り落とします。一箇所切り落とすと収まりよくない。ここでスライスするんです。で、ここまで来るとさすがに切りづらくなってくるんで、こうなったらこうやってスライス、横にするんですね。そしたらこれ、ね、横にバラバラってな並べてください。こんな感じでね、こんな感じに並べたらこうやって切っていく。こうするといい千切りになります。カルビスープのね、人参っていうのはそんなに存在感出さなくていいんで、千切りが一番いいです。はい、はい、こんな感じですね。で、次に切るニラですね。ニラなんですけども、まあ、軽く洗っていただいたニラはあのこんな感じでね、3、4センチ幅したら、次ね、ニンニクね、あのニンニクは後でおろすんで、おけつ切り落としてこうやって皮だけね、剥いといてください。後でおろします。で、あと牛肉なんですけども、結構バラバラになりますね。はい、後でね、あのこれおっき、これぐらいおっきいやつはあの手でちぎりながら入れると非常にあのスープっぽくなりますので、これちぎっていきます、ね、じゃあこれは粉をまで、じゃあ鍋いきましょうか。はい、じゃあやっていきましょう。ここに、ごま油ね、小さじ2杯ぐらいね、これぐらい入れます。で、牛肉を、炒めていくんですけども、牛肉もほら、こま肉だと結構大きいんですね。で、スープにね、これが入ってるともう全部ね、牛肉でかいなっていう風になっちゃうので、まあ、ちぎってやります。こんな感じで牛が入ったら、塩コショウね、味塩コショウ、これがね、結構いい感じで味がつく。味塩コショウと普通の塩コショウの違い、皆さん知ってますか？味塩コショウはね、味の素が入ってるんですよ。はい、旨味調味料が入ってる、だから味塩コショウって言うんですね。意外と知らない人が多いんで、ここで覚えておきましょう。はい、味塩コショウは旨味調味料が入ってます。で、さっと炒めていきます。これはね、そんなにね、焦げるまで炒めない。で、ここに水 800cc、 で、これ沸かしていきます。で、ここにもうね、スープも入れちゃう、調味料入れちゃいます。ソーミシャンタ、ウェイパーでもいいんですけども、ソーミシャンタ、ね、入れてください。小さじ1杯です。お醤油、カルビスープはね、醤油ベースのスープなんですね。なんで、お醤油は結構入れます。大さじ2半ですね。はい、そして一味唐辛子、辛いの苦手だったら入れなくていいです。はい、でも僕は辛いスープじゃないとカルビスープじゃないなって思うので、一味唐辛子小さじ1杯。そして牛脂ね、スーパーとかでもらえる牛脂なんですけど、なければラードとかでもいいです。とにかく動物性の油脂を加えたい。なんでかっていうと、この牛肉が国産じゃなくて海外産だから、
海外産の牛肉っていうのは脂身が非常に少ないんですね。なのでここで脂身1個投下すると非常にスープにコクが出ます。はい、そしてコチュジャン、コチュジャンも、小さじ2杯ね。はい、これぐらいかな。はい、小さじ2杯ね。これで、スープに甘みとコクね。で、味の素、醤油の角を取るために1、2、3、4、5、6、7、8振りです。はい、あとあのちょっとね、軽く甘めにしたいんです。僕は甘めにしたいんで、お砂糖小さじ4杯、小さじ1、これ小さじ1ぐらいになるかな。ちょっと砂糖固まってた。これでちょっと甘めにします。僕の一番好きなカルビスープを出すところが割と甘めに仕上げているんで、でもね、あの そこまで激甘って感じじゃないです。ちょっと甘めをつけるぐらいで、沸きました。沸いたら、あのアクが出たらもう全然取っていただきたいです。アクはね、あの残しといてもそれはそれで牛のアクが旨味に変わるんで、それではそれはそれでいいんですけども、今回の場合はね、ちょっとアク取った方がいいかな。アクはもうちょっとね、これはちょっと取っていきましょう。そうしましたら、ここにお野菜入れていきます。人参、これでね、非常にあの彩りが豊かです。で、あとおろしにんにくと生姜、はい、生姜です。で、にんにく、で、トマト、で、ここにもやし、そしてここで具材入れたらちゃんと沸かしてくださいね。お肉も入れたんですけども、カルビスープって僕はね、あの溶き卵入れるの好きなんですよ。そしたらね、これ沸いたあのスープはね、ちょっと、ね、弱火にするといいですよ。強火だと一瞬で卵固まっちゃうんですよね。弱火にしてからね、こうちょっとこう対流するように、ここにそうここにこのぐるぐるの中に入れてください。はい、そうするとですね、ほら細やかな卵になるんですね。で、全部入れたらあんまりひっくり返さない。で、入れたら火強めて、で、この卵を固まらせます。そうすると具になります。で、卵が固まりましたら最後にニラです。で、ニラっていうのはもう一瞬で火が通るので最後でいいです。作り置きしていく時でもニラっていうのはあの食べる直前に入れた方がいいです。その方がね、ニラのこのニラニラした食感がね、ニラニラした食感が活かせます。こちらでございます。美味しそうでしょこれ。それでは持っていきたいと思います。たくさんスープはね、結構スキッとしてるんですよこれね。で、ここに仕上げにね、ラー油とごまね、ひねりながら入れてください。はい、これで最高のカルビスープ。それではできましょう。食べていただきます。くぅ、もうね、これね、ほぼほぼ食べるスープなんですよね。ほほほほ、うまっ。めっちゃうめえんだけど、野菜も一つ一つ立ってますね。ニンニクからもいい出汁が出てる。カルビスープはこうでなきゃ。砂糖もそこそこ入れたんで甘々なのかなと思いきや、ちゃんとね、焼肉屋さんの感じになってますよこれ。うまい。ラー油とかごま油とかお好みでもっと入れてもいいかもしれないですね。スープがマジでうまい。で、卵の具材感もすごくいいですね。まさに食べるスープですね。ここで味変かもしれないでしょ。おいコチュジャンなんですよ。個人的に一番おすすめの食べ方が、おいコチュジャンしてからご飯を入れることですね。そうするとクッパになるんで、これカルビクッパに少し入れて溶かしてください。ああ、ご飯欲しい。ご飯とか入れたら最高のクッパになります。濃いめの味が好きな方はコチュジャンもうちょっと入れた方がいいかもしれないですね。最高ボリュームあるわ。ガスも食って乾杯。乾杯。いただきます。やっちゃってください。召し上がってください。おいしい。めっちゃうまいな。辛さもちょうどいいんだよ。でも辛すぎないよね。で、スープも濃厚すぎずあっさりとしてます。美味しい。一番おいしいと思った焼肉屋さんのカルビスープをイメージして作ったんで最高に合うと思う。おいしそう。そう、締めに絶対いけると思うんで、寒い時期も温まるんで、ぜひ試してみてください。
カルビスープとテグタンスープの違い知ってる？俺もね、知らなかったカルビスープは基本醤油ベースで作ってる。で、テグタンスープは基本味噌ベースで作るんだって。だからテグタンスープの方が濃厚で、こうどっしりとしたスープなんだ。はいはいはい。で、カルビスープは醤油ベースでやってるから、だから今回もコチュジャンがもうちょっとだけ入ってて、醤油がほとんどの味付けに使われてるっていうのが今回のベースなの。なるほど。そう、だから結構脂っこいお肉いっぱい食べたなっていう方は、カルビスープ頼んでもらって、なんかあっさりしたホルモンばっか食べてたなとか、タンとかいっぱい食べてたなっていう方は、最後にテグタンスープで締めるっていうのがいい。これ意外と役に立つ。確かに意外と役に立つ。知らなかった。そうそうそう、俺も知らなかった。